このままじゃあさとみくん行く、うん、ああ俺ね、おこのままね行っていいじゃん。いやちょマジ怖いわこの流れで、何くんのか、何が起こるの、目閉じた目閉じた、あ閉じてねこれ、じゃあ行きますよ、うん、一切見てない一切見てない、お願いします。さとみくんのお題1問目こちらです。ドドン出ました。あなるほどね、なんだその微妙な反応、どっちも想像つくけど嫌がりそうなやつ選んできました、うん、なんでどっちも嫌なんだよいやこれ1問目からだいぶ攻めてるねこれね、まあ個人的には左かなとは思うけれども、いやそれはさもう絶対左じゃんじゃん、僕もさとみくんのことを本当に思って左を選んだ方がいいって伝えとく、うん、あ本当に、いや俺お前ら絶大な信頼してるから、うん、リーヌはリーヌはリーヌはじゃねえお前が考えたんよ俺も、ま、左、うん、まあおすすめではあるかな。そんなみんな一致する、えリスナー的には左、うん、左ってなってる今、右多分一人も右見つけられない右見つけられない、一人もいないのちょっと待ってそんなことある、あ俺これ選択肢分かったわ、お何だ右がゴリラとかかなんかじいちゃんで、左がバグとかでしょどうせゴリラじいちゃんがゴリラか、左が赤ちゃんだ、選択だよ左赤ちゃんね絶対これ、あはいはいはい、そっちだわ多分この振り幅的に、なるほどね、さとみくん右左どっち、はい、お前ら信じてるよ左で目を開けてください、うん、まあドドン、あのさ、言っておくけどさ、一言言わせてもらいたいけどさ、どうしたんだい、30だよいやいやいや、関係ねえんだよ、関係ない関係あるでしょ、うわいやこれむずいね、難しいねでそんなシビアなの持ってくんだよ、どうかな、 お前ら今まで悩まなかったろそんな大していやこれいやコメント欄も割れてますね割れてるいやむずいやつだなそれ、フォローなんかちょうだい、何、いや僕的には、うん、あーまあ左かなっていう感じするね、あ待って、うん、コロンは左ね、ルートは、あいやでもどちらかというと左と言いたいが右とも言いたいし左とも言いたいけど真ん中かな、真ん中リーヌはどっちかな、マジで想像できない、本当に想像できない、コメント欄は64で左が多い気もしなくもないが、うん、という感じですね、じゃあ決まりましたよ、さとみくん、そんなんでも左が多いって言われたらさそれはもう左って言いたくなるよね、右左で左を選んだということで、はいはい、目を開けてください、お願いします、あーいいじゃんいいじゃん、まあいいね、でも甘えながらだと左のが恥ずかしいまであるぞ、やめろお前書き立てるな、何を言うかだよこの後、リスナーさんおめでとう、めちゃくちゃ恥ずかしいなってほしい、おめでとうリスナーのみんなおめでとう、最後大事大事だよ、じゃあそれではさとみくん目をつぶってください、うん、はいつぶりました、最後のお題はこちらです、ドン、あーやばい、俺結構恥ずかしいよそういう甘えた系のこと言うの、リスナーの気持ち的には、うん、でもどっちも嬉しいとは思うけど、ね、どっちもね個人的には左ってほしいかなと思いますね、左ねはいはいはい、フォロン左、オッケー、ルートはまあ右か左かで言うと、うんまあ、個人的には左なんですけれど、うん、その選択肢の前にこれに書いてあることプラスやっぱりちゃんとストーリー性を持ってこの後セリフを言っていただきたいなっていう急に厳しくなってきたな、さとみくんだけなんでこんな厳しいんだよ、まあ、俺としては、まあ、左のさとみくんも見てみたいなという気持ちも、あじゃあ左が新しくて右がなんか言ってそうってこと、まあ言わなくはなさそう、言ってそうではないけど、言わなくはなさそうではあるかな、ちなみにみんなはどんな感じ、まあね、左の方がちょっと多いかな、こういう時ってさ左選んだ方がいいのかな、まあでもリスナーさん当てるリスナーさんが今左がいいって言ってくれてるのはあるのはある ね、これはそうだよね、うんうんうん、
じゃあ今回特別にどっちも周りにするよ、うん、バカか。いい全然多いわ俺ん時だけ。いいよいいよいいよ、どっちももいいよ、いいよ別に、うん、おまけおまけ、いいよじゃねえんだよ、おまけ、 俺だお前、それ俺だよっていうのはなんでお前らが言うんだよ。あ、そっかそっかそっか。それではさとみくんの右左チャレンジ、右左どっち。うん、右左。おお、それではさとみくん目を開けてください。あー、はい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 、あーやだー。最初のやつがめっちゃ足引っ張ってんなこれ。え、いいなこれ。これはだいぶご褒美だよこれ。これ普段絶対ないからねこれ多分さとみくん。ちょっと待って、あのちゃんとストーリーを持ってよろしくお願いします。あの放課後の教室で二人っきりっていう設定でよろしくお願いします。ちょっと待って、いや、ちょっと待って、付き合ってるか付き合ってないかどうする。あ、そこどうしよう。なんでお前ら決めるんだよ。わかった、じゃあ付き合ってるか、うん、付き合ってないか、やめろ、よくわからない、なんか微妙な関係の状態にしよう。いや、待ってくれ待ってくれ、せめて付き合ってるでやらせてくれ。そこはあともう一つ、もう一つ、学生よりも今リアルなさとみくんの方がいい気がする。確かにね、一緒お前ほんとリアルな今のさとみくん。今日横浜でライブしたから、横浜のさめっちゃ綺麗なところあるじゃん、みなとみらい、はい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 、そこでもデートして夜別れ際、はい、きましたこれ。もう夜景を見ながら別れ際甘えてもらってよろしくお願いします。おい、ちょマジでやめてくれ本当に。いや本当最悪だお前らマジで。それで行ってみようかじゃ あ、いやいいですかさとみくん、心の準備は。はい、それではそんなさとみくんの甘えながらリスナーさんにね、好きって言ってまで頑張れ3、2、1。ねえ、もう帰っちゃうの？もっと一緒にいたい。ダメ？やだ。ねえ、好きって言って。本当に。今のままが一番きついわ。すごいね、リアルな照れが良かった。いやー、マジで。ちなみに、さとみくん、しっかり BGM なしでお届けしたんで、今。ふざけんなよ、お前。何の気配りだよ、やめろ。いいね、音源として使えるね、これね。いや、よかった。TikTok でいっぱい使ってる。わ、バカ、お前。お前、最近、それ TikTok 見てて、それ見るわ、なんか、人が喋ったのに。いっぱい使ってね、みんな。みんな体だけ動いてるやつだ、それ、音声違うやつ。よろしくね。お前、まずいわ。